真子千人図憲本着色個人像19世紀初期、ターフェルベルグ天使図、石川大老文化14年12月23日は、江戸時代後期の洋風画家。弟の石川武志高も、洋風画家。名を、城下、通称は関吉、後七左門。字は広行、大波は豪で、別号に、東松県、東窓県。大波の豪は、 希望峰のそびえるテーブルマウンテンの中国名、大波山に由来し、作品の多くに、そのオランダ名、ターフェルベルクとサインする。400票取りの旗本出身。名は8年9歳で、父の後を継ぎ、公力式部支配に入る。天明4年将軍、徳川家春に、お目見え、同6年本書が出水した際、自宅が床上浸水したため40両を、 解釈している。天明8年27歳で大番となり、亡くなるまで同職を務めた。絵は仮の葉から始めたが、山村才介との深い交流を通じて、積極的に西洋の情報を吸収し、大量で良質な西洋銅版画を模写することで、技術的に習熟していった。大波は、乱書の挿絵を参照しただけでなく、それが内包する、海外情報や、 図像の意味を理解した上で模写しており、単なる挿絵画家ではなく深い教養と好奇心の持ち主だった。大画宝書など、当時記帳だった乱書も多く所持し、大月玄卓や木村健阿堂と対等の人間関係を結んでいる。晩年、山村才介の死後は、古物、古書画の鑑賞鑑定に傾倒し、同じ趣味を持つ松平定信。 大田南蘇らと交わった。一方で、杉田玄白と親密だったらしく、その肖像画を描き大波晩年の代表作といえる。油絵の遺作はなく、水墨画家単細画による、洋風画や、竜子図や羅漢図のような東洋の伝統的な画題など、外気は幅広い。また、大月玄卓著、乱的王や杉田立教著、眼下新書などの挿絵も担当している。 大波は、芝交館のように、油彩画や銅版画を残していないにもかかわらず、谷文長は大波を、大西画法の詩と仰いでいるが、それは当時活躍した、どの絵師よりも大波が、西洋の画法を正しく実践できる技術を持っている、と文長が認めていたからだろう。大波の蔵書、入ホ府書、東西海陸機構やフランス語版、 イソップ物語は、後に一部が、歌川国吉の手に渡り、国吉はその洋風表現を、自身の作品に取り入れている。ありがとうございます。